神社とは、北海道足別市にある神社である。社格は、旧村社。この神社は、1894年に創建されたという。昭和9年は、下番家地区の会期40周年の年で、地域ではこれを記念して、下番家神社を正式な公認神社にしようという、動きが持ち上がった。下番家地区は、足別会期の地であり、上半径。 二郎島地区を合わせた空地川の右岸の後から入植した左岸地域は役場や駅が集中して足別町の中心地域となり足別神社は尊者として栄えていた下パンケ神社の宇治古州は足別神社に対抗して下パンケ神社を空地川右岸の陳述にしたいと考えた公認神社となるためには様々な要件があり数年をかけて これを整備することになった。昭和11年の秋、北海道では、史上空前の規模となる陸軍特別大演習が、挙行されることになり、これを昭和天皇が巡行することとなった。10月1日には、足別村にも天皇がやってくることになっていた。宇治子はこの、潜在一宮の後期ある年に公認を得るための申請を7月に行った。一般的に神社の公認には、 時間をかけて厳しい審査が行われるものであり、特に足別村にはすでに足別神社が尊者として認められていたので、一つの村に二つの公認神社が並立するというのは国の施策には合致しないものだった。しかし、この申請は昭和天皇巡行の御声恩によって異例のスピード許可となって11月に無格者として認定された。この時神社の名前を新たに、 パンケ神社に改称した。神職は足別神社の宮司が兼任した。公式にはこれがパンケ神社の創立となる。さらに続けて12月12日に今度は尊者への昇格申請を行い、12月24日に認められて尊者に列格となった。わずか1ヶ月半の間に2度の申請と許可は稀である。氏子数や神社の財産、 建物など、損者としての要件は、元から満たされており、いきなり無眼者から損者へすることができないために、この結果、足別村には二つの損者が並立することになり、一村一社とする国策に沿わない状態となったが、これは、軽心思想の勃興であり国体観念の強化を体現しているとされて認められた。一方、足別神社の側ではに損者並立を回避するために、 豪社昇格運動が起きた。戦後は宗教法人となり創設された神社本庁に加入した。昭和27年には社殿の大修理を行った。昭和37年のうじ子の総会で創立80周年となる昭和48年に社殿を改築するため昭和37年から毎年資金を積み立てることを定めた。ところが予想以上に 建物の休拝が進み、昭和42年には建て替えを余儀なくされた。このため当初の予定を繰り上げて、新社殿の建築を行い、夏に落成を見た。ありがとうございます。